皆さんこんにちは。今日の試合は実況私西岡明彦、解説は堀池拓実さんをお迎えしております。堀池さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフとなります。いい試合を期待しましょう。そうですね。主審はセルゲイ・ピットキンさんです。クリスチアーノ・ロナウドへつながるか。決めに来た。コースを塞ぎます。ボールはまだ生きています。奪った。チャンス。ゴールキックになります。ジョンソン、ボールを返します。しっかりついてクロスをブロック。ジョンソン、これは来た。ヨベティッチに向けてクロスを上げます。ベンゼマがスペースを狙っている。グレン・ジョンソン、この選手がベンゼマです。ベンゼマがシュート。キーパーストップだ。なんでという表情は打ったベンゼマ。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ。メッシ持ち込む。そして切り込んでいくのか。ここでシュート。精度を欠いていました。シュートは外れていきます。打っていきましたね。利き足に持ち替えるという余裕はなかったですからね。デミ、このボールはキーパーへ。
サイドを変えます。ボールが中盤でカットされました。ここで打つ、まだまだです。ゴール、スターリッチ、ダニエル・スタリッチがスペースに入るか。ヤング、メッシに注目しましょう。跳ね返ってボールが外に出ました。ダニエル・アウベスのところに行きました。出足が鋭い、カットします。サイドチェンジ、サイドチェンジです。この選手がヤングです。再び戻す、フェライン、バレンシアが抑える。ボールを運びゴールに襲いかかります。クロスを出した、なんとかクリアしましたね。メッシ、クリスチアーノ・ロナウド、味方の位置を確認する。うわ、いけちゃうんだ。さあ折り返した、大きく蹴った、クリア、決定的という場面、なんとかクリアしました。ダニエル・アウベスのところに行きました。これはダニエル・アウベス、この選手がラキティッチです。ここでセルヒオ・ラモス、ダニエル・アウベスに戻されます。パスがよく走っています。ディフェンダーがクロスをさばきます。ダニエル・スターリッチ、ラキティッチ、セクシーなボール回しです。ボールを中盤で奪いました。セルヒオ・ラモス、マルセロ、リオネル・メッシ、絶好のチャンス、どうなる。このシュートにキーパー何度反応しました。コーナーを獲得、点差を広げるチャンスです。このコーナーは残念でしたね。ペペ、ラキティッチ、中にボールが入る。ここで落ち着きを取り戻したいですね。攻撃を組み立てられません。さあメッシです。セルヒオ・ラモスが絡みます。やはりこの人にはパスが行く、リオネル・メッシ。メッシがスペースに駆け込む、ベンゼマ入らない。コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。セルヒオ・ラモス、ラキティッチ、クロスが上がった、前方に運びました。ダニエル・スターリッチ、ボールの動きが激しい。マルセロ、
ボールが中盤でカットされました。ここにはイニエスタがいました。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半が終了いたしました。前半の内容はどうご覧になりましたか？はい、前半は後半戦キックオフです。後半戦も引き続き実況西岡、解説堀池拓実さんでお伝えしていきます。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。これはパスミス。いけるかシージャス。ロイクレミ、バレンシア、クロス来た。なんとかピンチを脱出です。主審がプレー続行を判断。スターリッチ、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。このボールは重要です。バレンシア、スローインに変わります。ミスパスがありました。さあメッシです。外に出てゴールキックです。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。モドリッチ、ルーズボールになった。ヨベティッチ、ボールをキープできるか。さあシュートだ。このシュートはさすがに強引か。フリーキックになります。ファールを与えてはいけない危険な位置でした。ゴールを決めましたね。質の高いパスワークでした。直接入りましたね。これは止めようがありません。見事なゴールでした。いいシュートです。見事なゴールでした。チャンスを演出、クリスチアーノ・ロナウド。この選手がヤングです。サイドチェンジ、フェライニ、雰囲気があります。ジョンソン、マルアン・フェライニ、バレンシアが抑える。クロスに対して体を入れた。モドリッチ、クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。メッシに注目しましょう。ディフェンスが対応します。ヨベティッチ、ルカ・モドリッチ、ミッドフィールドでボールを取りました。ロイク・レミーがスペースに入る。攻守の切り替えが大事です。ベンゼマ、スタジアムの空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドのドリブル、クリアしました。すぐ立て直したい。スライディングでいった。スターリッチ、いいですね。ヨベティッチ、勝ち越しとはいきません。シュートは大きく枠の外。ロイク・レミー、
ためを作ります。ロイク・レミーがスペースに入る。いい形でゴール前まで持ってきました。この選手がヤングです。これはいい判断でした。ボールを失いました。メッシに注目しましょう。蹴り出しました。これは危ない場面でした。スターリッチ、この選手がヤングです。ボールは戻されます。ロイク・レミーがスペースに入る。スターリッチ、クリスチアーノ・ロナウド。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。リオネル・メッシ、ここにはイニエスタがいました。スターリッチ、ヨベティッチ、ボールを運びゴールに襲いかかります。イニエスタが絡みます。ベンゼマが来る。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。中盤でボールをカットしました。これはいい攻撃になりそうです。終了間際の決勝点が生まれるでしょうか。ロイク・レミ、この時間での1点はほぼ勝利を意味します。このコーナーは残念でしたね。サイドをえぐって中を見る。ボールを奪いに来ました。激しくポジション取りをしています。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。このホイッスルで試合終了です。試合の方は同点引き分けで終了しています。堀池さん、この結果はどうご覧になりますか。ディフェンスがどちらもよく踏ん張っていましたよ。関する結果ではありませんよ。今日のゲームはいかがでしたでしょうか。そろそろ時間となりました。またお会いしましょう。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。